61型フリゲートはイギリス海軍が運用していたフリゲートの艦級ネームシップの艦名からソールズベリー級とも称される。1944年12月、グドール造環局長は新型スループの必要性に関する検討に着手し、計画課長は1945年度計画より毎年2隻の建造を要求した。これらのスループは平時には 海外領土警備に、戦時には、戦団護衛などに投入される計画であった。1945年1月15日、大戦戦課長は、当時収益しつつあった米級トロック級と同様に、防空護衛艦と大戦護衛艦の二つのバリエーションに基づく建造を提案した。またその後、さらに三つ目のバリエーションとして、航空管制艦が追加された。これは、 航空母艦の福井機外で地上基地から発信した戦闘機の援護を受ける場合、船体が独自の航空艦性能力を備える必要が指摘されたためであった。1945年1月末の時点での参謀部の要求事項では、ドック入り後6ヶ月経過し、かつ満載状態で25ノットの速力を発揮し、また18ノットであれば4500回利を、 巡航できることとされていた。この要請を満たすためには2万5千から3万馬力の指揮官が必要と見積もられたが、間もなく防空型はこれよりやや鈍速になるであろうことが明らかになった。また、航空管制官は当初は単に防空護衛官に異なる監視符号を与えただけのものとされていたが、1945年8月には、 小型巡洋艦並みの航空艦性質を備えるように要請されたことから設計面ではかなり異なるものとなった。なお、新型の対戦線関係の要請が強まったことから、1945年4月、戦術爆僚業務課長は艦隊護衛艦としての任務も想定して、これらのスループをフリーゲートに種別変更することを発表した。 これに基づいて航空管制艦として建造されたのが本型である。当初は1945年度計画より対戦型とともに建造を開始する予定だったが、建造数削減と対戦型の建造優先、さらに設計遅延もあり、実際の建造は1955、6年度計画まで遅れることになった。なお、この際に、 防空護衛艦として建造されたのが41型であった。蒸気の経緯より基本設計は41型と類似したものとなっている。ただし41型が防空力強化に迫られて大型化を繰り返したのに対し本型では若干艦型が小さくなっているが、それでも計画当初の基準排水量1400トン以内という要請は断念された。 この船体で蒸気の要求性能を満足し得る主機関として当時直ちに利用できる選択肢はディーゼルエンジンのみであった。これは潜水艦用の高速ディーゼルエンジンをもとに発展させたもので1947年により詳細設計に入り1949年に試作品が完成した。1当たり 125bhp で。 16気筒で 2000bhp を発揮することができた。最終的に、このアドミラルティクロスレー SR-1 ディーゼルエンジン発揮で2機の推進機を駆動する方式が採用された。しかし、それでもなお出力不足であり、1947年3月には A、A 型及び A、D 型の最大速力は23ノットに妥協されている。電源としては、ソールズベリーは、 出力3 6 0ットのディーゼル発電機4機を搭載したが、緊急時の所要電力に対する余裕や将来、発展余地が乏しすぎることが問題となり、チチェスター、リンカンでは短期出力を5 0 0ットに増強し、ランダフではさらにディーゼル発電機のうち1機を出力6 0 0ットのガスタービン発電機に変更した。航空管制、レーダーピケット艦として、 長距離対空捜索レーダーとして 960R 型レーダー、長距離広角測定レーダーとして983型レーダーを搭載する予定であったが、船体の余裕が少なかったことから983型の搭載は断念され、従来から用いられてきた広角測定も可能な耐水上レーダーである 277Q 型が搭載された。当初計画では3段階に、 分けて装備の更新、充実が図られる予定とされていた。しかし70口径3インチ連装砲は、性能不足のため、また CDS 及び DPT もコスト増加のため、搭載されなかった。70口径40ミリ機銃もイギリス海軍の採用計画が撤回されたことから搭載されず、代役となった C キャット股間防空ミサイルが一部の艦に搭載されるのみとなった。 ありがとうございます。